Sate, Yaruka. Yosha.
ようこそ、くぐら屋へ。
Tanya. Aizawa. Tokisaka ni hi. Iroiro atte na. Tonikaku. Eh. Dou yara daiji ni itarazu ni su. Hmm? Ma, ki sore yori anta ni wa kankei na. Ma, sou da na. Ore mo chugaku de bukatsu o yameta kuchi da shi. Yameru no wa kojin no katte da ro. Kedo na. Ka buchou san mo. もう疲れたのこれ以上あの子が空が入ってきてあれだけ有望な後輩どこまで何よりも先輩としてひたむきなあの子の手本になれることが誇らしかったでもある時瞬発力に古流の空手で磨いたらしいあの子が私とは次元の今はギリギリ私が上だけどすぐあっという間に追い抜くそれに気づいてから空への真っ黒な気持ちを抑えられなくなっちゃって可愛かったはずの後輩にそうしたら相沢ああ小さい頃から迷いなく才能の差を見せつけられいや5年以上前になるかじいさんの道場で外見こそガキそのものだったが心から楽しそう子供心に眩しいって思ったもんだぜその後俺は中学くらいにじいさん今考えりゃあの時の空みたいに心から楽しんで武術に取り組める才能がないって気づいたのがそう思ってなそっかでもよべえ嫉妬なんて誰それ自体はそこまではずそれに空にしたって現にちょっとしたいさかい程度で技や動きのキレが鈍るくらいだまだ1年も、はあ、俺が言うのもなんだが修行不足は先輩とか後輩とか一旦そうしたらお互いに分かり合えるんじゃ時坂くんもう遅だって私空にあんなひどいことあんたさえいなければあんたさえいなければこんな思いをし相沢あっ今さら許してあっいけない相沢エクリプス やはり得意点として働いていたみたいね強く先輩あなたは空その高先輩千秋先輩は空いやでも感じるんですそうか大丈夫心配はいらない時坂君彼女を連れて一旦安全だといいえこの公園は前に先輩に教えてもらってモヤモヤしている時はここでだからこの場所が分かったのねここに来てたっていうことはいやあんなに面倒見がよくてだからそして今度この光まさかそっか。ええ、彼
女まで敵隠しだったな。どうするヒイラギ。空は知っての通り、正真正銘のこの状況で戦力に加それは、この力があればきっと先輩たちのお役に立つ。もう、ソラさんだったわね。ネメシスの名においてあなた、よくわかりませんが。よし、スコットと乗り込んで。はい、行きましょう。がずぶ濡れだぜ。交代するわ。腹をせこしてせこ。交代するぜ。滑り上がる。交代するぞ。やったー。
まっすぐな武器だな。トキサカ君は随分ひねくれているみたいだけど。うるせえっての。まだまだこれからです。交代します。
ができました。いいものみたいですね。任せて。あら、逆らわせてね。交代するぜ。いいものを手に入れたな。
クロスドライブ。Ha!
滑り上がった。アンカースライド。行くわよ。シュート。セコセコ。シュート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 。なんだあの影みてえなのは。まさかあれが。大丈夫ですか千秋先輩。バカ、なんで来た。助けるだなんて、あんたにどれだけひどい。そんな
私は千秋先輩のこと尊敬しています。だって先輩は私の知らない強…え？私上京したばかりの頃、新しい生活に馴染めるか不安でした。でも先輩が支えてくれたおかげで、そんな不安から本当の強さは単に人を勇気づけられる強さなんだって。ソラ、私、そして本当の意味でだから。ソラ、ファントム、人の心の影につけ込む相沢さんを助けるには上等だ。はい、待っててください、千秋先輩。
ガスドライブ。こいつまで。アイシク。やっ。どこ。はっ。こいつ。アイシク。ノブ。やっ。やっ。やっ。はっ。こいつ。アイシク。ノブ。はっ。シュート。セコ。セコ。シュート。シュート。セコ。収束。無事に戻ってこられたみ、ええ、まさかこんな即席のチームで。目が覚めたか。ソーラ、ありがとう。いいえ、私は何もよかった。ソーラ、情けないけど、やっぱり私もどこまでもまず。これからも一緒に。部長たちもいる。はい、もちろんです。待たせたな。呼び出しておいて遅刻とはいただけないわね。悪い、亮太のバカ話に付き合わされて正直すっぽかされるかと思ってたが。それで話というのは。なんだか告白でもされてしまいそうなし、明日から連休だし、デートのお誘いかしら。だ、からかうな。その要件を言う前に。え、一昨日の件、もしヒイラギがいなかったら、それどころか一人で突っ走ってくたばってたかもしれ。だから別にお礼を言われる。ネメシスの人間として。まあいい、ここからが本。ヒイラギ、俺をどういう意味。今後も
もしこの町で俺にも手伝わ。時坂君、まあ聞けよ。異界やグリードのせいで知り合いが前にも言ったが、お前だって一人じゃ大変だろ。少しな、表の人間が裏、あなたの力を借りたのは緊急、たまたまうまくいった程度で、ヒーロー気取り。たく、ヒーローだとかそこまで。ちょ、ただ手が、お前とならそれができるような。ヒーロギ。おい、我ながら臭いとは思うが、さすがに笑いすぎだろう。ごめんなさい。わかった。気が向いたら、どうやら彼女も力になってくれるみたいだし。ソロ。もちろん。先輩方に。おいおい。よろしくお願い。はい。だ。二人で話を進めるんじゃね。始まったみたいだね。